こんばんは、手作りパンの山近です。今ちょっとカメラをセッティングしてますね。これで大丈夫そうかな。結構映り込んでるけど、大量のお肉なんですけど、実はまあ誕生日プレゼントってことで、この前ファンの方から冷凍の鶏もも肉 2kg いただきまして、それの下処理、まあ、味付け冷凍詰めみたいなことをやっている最中でございます。 というわけで今週も始まりました手作りパンラジオということでお相手は私山近が務めさせていただきますよろしくお願いしますさあ皆さんちょっと日付は空きましたけれどもどんな日々をお過ごしでしたでしょうか一応ねこれはちょっと毎回恒例で聞かせてもらいますけれど私 が、あの、もしね、ツイッターをその、見てくださってる方がいたらわかると思うんですけど、実は、今週、あの、ロッチの中岡さんとご飯に行かせていただきまして、うわーやばいよねなんか本当にその、まあ、うちら二人一手級を目指す、目指していろんなことをしているってことで、まあ、どうしても実際、一手級に出てる方のお話が聞きたいっていうふうに、あの、先輩芸人、みんなの高道さんにダダをこねえまして、 それで高光さんがセッティングしてくれてそのうちら2人相方と2人でねご飯にありつけたわけなんですけれども、まあ、そこでねちょっといろんなお話を、まあ、ちょっとこれはちょっと割愛しちゃうんですけどざっくりいろんな話を聞かせていただきまして中でもね中岡さんがずっとしきりに言ってたのが自分はすんごく運がいいんだっていうふうに言ってて「運やで運やで」っていうふうに言っていやでもすごい努力の方 でしょうにと思いながら聞いてたんでですけどでもやっぱり何よりも運だからすごくね日々いろんなことに感謝しなきゃいけないしっていうふうに言っててうわー感謝かと思って私あんまり日々に感謝してるかなそんなに胸を張って言えるかなと思って自分のことを振り返ってたんですけどただねなんか自分は結構エグメンに運が良い。 <で>す <laughs> なんか、まあ、運がいい運がいいと思っていると運がよく感じるのかなんか分かんないんですけどここのの中岡さんととご飯だって結構ななじゃないですかただその何か素晴らしいことが起きる前兆って結構なんかがっつりマイナス運気をため込んで放出するみたいなのが私のセオリーでこの中岡さんとのご飯行く前も私その運をためる出来事があって。 まあ、そんなに本当に大したことじゃないんですけどハツ、あのーまあ、とコンビニの前で、まあ、ちょっとたむろしててそしたらなんか爪になんぴょっみたいな本当にね針の先みたいな,なんか白いゴミみたいなのがぴょッとついてう ゴミあ、虫いや、ま、いや、なんだこれみたいなで、あ、汚ねえな、なんだかわかんないけど嫌だなと思いながら、まあ、ふい、どっかで、あ、どこだゴミゴミでも、持ってたゴミ、ミ持ってたゴミで拭いたってすごいパワーあるんだけど、まあ、ゴミを持ってて、で、持ってたゴミで拭いたの。で、それはまあ、あセブンイレブン捨てて、で、下だたんだけど、なんかね、その後、うちのお父ちゃんが、その、私とハツを家まで送ってくれるってことで、お父ちゃんの車に、乗らして、あ、ごめんなさい、ちょけっぷ出ちゃった。<laughs> やだわーもう、すごい。こういう時にさ、せっかく収録のラジオなのに私は撮り直しをしないから。これもちょっとまあ、何かね、あの、運があったらいいなと <laughs>、思ってそのまま垂れ流しますけど。で、お父ちゃんが迎えに来てくれて、で、ハツと後ろに乗り込んで、で、家まで送ってもらって帰るみたいなことをしたんだけど、なんか家に帰ってからハツが、え、いや待って、背中汚いよ、みたいな。え、背中って思って、なんかパッて見たら、 え、鳥の糞がついてて、ああ <laughs> ええー、嘘でしょと思って、しかも固形なの。おいおいおい、マジかと思って、なんか、確かになんか、インコとかがさ、固形するの見たことあるじゃん。いや、それで、固形に対して免疫はあったんだけど、それが、よもや私の肩についてるとは思わないじゃん。しかもさ、え、待って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 、なんか、この固形、ちょっと、 ええれててるよと思っ思そんな100%の答えじゃなかったのなんかあ65ぐらいなんかね35どこ行ったみたいな合計だったんですけどそれは完全にお父ちゃんに車乗せてもらった時の後部座席に絶対につけてきたぞってやばいよしかもこれ本当にキンキンの出来事だからまだ言ってないのお父ちゃんに。 やばいよね、どうしようまあちょっとえー、これはちょっとみんなに聞きたいなんかまあ、数日前の出来事だけどなんか今からお父ちゃんに LINE とかま連絡して「ごめんなさい実はあの時私鳥の封をつけていたんでござんす」って言ってもう謝ってお父ちゃんに拭いてもらうかちょっと次回早急に車に乗せてもらった時になんかもうささっとこう綺麗にするかちょっとどっちにしたらいいかなっていうのは相談させてください。 えまだ言ってないのよやばいやばいお父ちゃんさまあねお父ちゃんあんまり綺麗好きではないけど車大事にしてるからそこはねちょっと怖いんですけれどもあそんな感じで、まあ、運を味方につけてでその日のマジで夜だよ夜夜高光さんからちょっとあの中岡さんご飯行ってくれそうなんだけど空いてるみたいな「え行きます」 そっからもう秒で変身して秒で支度してまあぐっちゃぐちゃだったからもう何もかもそれもきれいにしてご飯にあり付けたんですけど焼肉めっちゃうまかったよ本当に焼肉のことが好き定期的に焼肉を食べたい今でもあの人生で一番金欠だから本当に焼肉ご無沙汰で あの、その時、実はうちらご飯食べた後だったの。だけど、なんかもうそこに移動するまでに、まあトイレにたくさん行ったりとか <laughs>、きったね、あのトイレにたくさん行ったりとか、まあそこ駅だからさ、一生懸命運動してさ、まあ、私駅に行くまでの道のことを運動って呼んでるんだけど、運動して、で、着いたらもう焼肉がうますぎて、本当に私はシンプルに2人前ぐらい食べた。<laughs> <laughs> やばいよね。でも、だから、すごくすごく、ね、幸せなことがあったわけです。その運がついたおかげで、皆さんもね、一概になんか悲しいことがあったからって沈むのも大事ですけれども、何かこの先いいことにつながるなと思って生きていってほしいなというふうに思いました。ね。 ちなみに今日はあの私の親友の誕生日なのでおめでとうということで、聞いてるかわかんないけど、それはおめでとうということで、こんな公の電波を使って発信もさせていただき、ね、これからもこれからも楽しく過ごしていきましょう、なんてこと思ってます。 さあ、さて、それでは夜も吹けてまいりました。7分吹けた。<laughs> 9時から7分吹けたので <laughs>、この辺で <laughs>、うん、この後ね、お肉はすべて下処理を終えて、冷蔵庫に、あ、冷凍庫に入れて、簡単に調理できるようにしました。マジでありがとうございます。焼肉させていただきます。というわけで、今晩もご清聴ありがとうございました。以上、お相手は手作りパンの日山千佳でした。じゃ <laughs> ーん、ちゃらっちゃ、つ、つ、ちゃちゃら、つ、っちゃちゃらちゃら。